ガチ小テストやる。そしてその小テストは自分が取った点数が自分の点数じゃないですよと、班の平均点が自分の点数になりますよと、というルールでした。で今日もそれでいきますということで、班の人にしっかりとね教えてあげてください。もうダメだもうダメだダメだ、はい、かけた。はい、ルート3のおよその大きさは大丈夫ですか？人並み じゃあお願いします。今みんなにですね教えるとか話し合うというのをやってもらっていますけど、まあ、中には、残念ながら一人黙々とやっているような人たちもいましたけど、実はこの教えるとか話し合うっていう学習方法って実は定着率の高い学習方法だっていうことが知られてます。ちなみに出どころはアメリカの国立訓練研究所というところだそうです。でやっぱり、一回説明聞いてなんか、なんとなく分かったのかまだあやふやな状態という状態で誰かにこう説明することで自分の頭の中が整理整頓されて理解が深まるということがあると思うんです。でだからぜひもうちょっと時間をあげるのであとできたところは答えを、渡しますので分かっていない人にしっかりと、ねチームのメンバーよく見て分かっていない人いたら、しっかりと教えてあげてください。これでみんな、はい、じゃあ、自力でちゃんと、自分の力で、出せるようになってほしいなということを言っています。なので、暗記に走らずねちゃんと理屈で、通せるようにしておいてください。